DJ リーグ2021予選ラウンドダイジェスト。どうも、ウエストランド井口です。河本です。なんでお前がいるんだよ。そりゃいるでしょう。いや、そりゃいるでしょうじゃないんだよ。この、DJ リーグ、まあはい、この配信は、はい、アルコ&ピースの酒井さんと、はい、僕とカカロリの2人でやってたんですよ。サッカー好きのね、3人で。サッカーみんなめちゃくちゃ好きだし、ずっとサッカーやってたメンバーでやったんですけど、うん、なんで中学校の時吹奏楽部のお前が急に入ってきてんの。高校サッカー部だろ。、我々は岡山県の、まあ、高校だったんですけど、はい、岡山県といえば作陽高校。そうですね、まあ、サッカー好きな方はね、当然知ってると思いますけど、うん、超強豪の作陽高校と同じ市内だったんで、そうです、そうです。予選で当たったことがありまして、ね、24点入れられましたから。そう。でもここです、ここから24点になること。まあ24点も選手権予選の多分記憶とかなんですけど、うん、24対1でしたからね。そうなんですよ。1点決めたんですよ。そのせいで相手のキーパーはもうスタメン外されちゃったんですよ。だから向こうはめちゃくちゃ怒られたのに、僕らめちゃくちゃ褒められた。24点入れられてるのに、やった1点入れたみたいな。で、その時の作陽高校、そのまま勝ち進んで、あの選手権出て、帝京高校に1回戦 1-0 で勝って、はい、2回戦静岡学園に3対1で勝って、で、あの結構上まで行ったんで、そうそうそう、僕らあの攻撃力が静学と一緒だっていう、そんな。まあそんな、まあ、サッカー一応やってはいたけど、はい、まあ、サッカー素人があんま知らないっていう人も見てるかもしれませんから、そっちの目線も、ね、そうそうそう、僕目線でね、も必要だと思いますんで、はい、さあそして現在ですね、はい、東西の予選ラウンドが終わって決勝進出チームが出揃いました。出揃いました。今回はその中で名シーンをダイジェスト形式で見ていきたいと思います。なるほど。ただまあ普通に見てもしょうがないんで、うん、やっぱりちょっとこのね、オリンピックもありましたし、直後ですからね、今オリンピックの一つのこう、うん、トピックとして、うん、やっぱり実況解説がこう盛り上がるというか、名実況、名解説、名フレーズみたいなのあるじゃないですか。特殊でしたよね、今回はね。特に今回はスケボーとかね、ゴン攻めとか、スケボーうまいなーみたいな、うまいっすねー、なんとかすねーも珍しいけど、そうね、そああいうのけた感じもかなり話題になってたんで、うん、だからせっかくならね、なんか名フレーズ出れば、うん、あのこの後のね、試合の時に見てる人たちがコメント欄とかちょっと書いてもらえれば、うん、あ、ぜひ書いてほしい、盛り上がったりしますんで、ね、うん、ぜひぜひちょっとね、あのそこを目指して、マルシーウエストランド。それ書いてくれたらより嬉しいですね。より嬉しい、より嬉しい。まあいいよ、自然に使って広がる方がいいから。まあそうね、堅苦しいな、マルシーウエストランド。めんどくさい。さあ、それでは我々はですね、ちょっと、はい、西日本の今度はこっちは予選なんですけど、うん、まあ僕ら岡山、そうですね、ですから、はい、まあ、西日本出身ですし、はい、まあ、岡山ももちろんね、バジアの岡山ありますから、ありますね、そこら辺もありますし、あとそうですね、まあ、言ったら広島とか、はい、その辺はね、隣だったりもしますけど、うん、どうですか、こうバーッとなんとなくラインナップ見て、西日本で、お前はね、もう言ったら J リーグ初期ぐらいしか見てないだろうから、そうですね、あのサッカーボールのやつ、ここは、J リーグキングね、J リーグキングがスプランダーとこぐらいしか記憶にないでしょうから、あれだけなんかそれ、なんかでも、今、クラブ増えてますから、あと J リーグバーで腹壊したら、ね、お前が食べ過ぎただけだから、なんかありますか、いや、岡山ですよ、やっぱり。他に知ってるとこある？ヴィッセル神戸とか、うん、まあ、清水エスパルスとか、清水エスパルス、清水エスパルスなんか J リーグできた時からありますから、ね、ストイコビッチでしょ、違う、毎回毎回ストイコビッチって言うのシジマールか、あ、シジマールシジマールね、シジマールいましたね、まあその辺も出てくる、ガンバ大阪なんかね、あ、だからガンバ大阪とか清水エスパルスとか、サンフレッチェ広島、この辺りは J リーグができた時のオリジナル10と呼ばれる最初の10クラブに入っててるクラブですから、うん、の、そうね、そうそう、その辺のクラブも出てきますし、まあ言ったらバジアーノも、うん、あの我々がいた頃にはなかったけど、うん、今こうあるチームもたくさんありますから、まあだから岡山にいる人たちはね、今バジアーノ応援してたりもするし、うん、我々も応援してます、盛り上がってますよね、バジアーノ岡山、あのちょっとこういうご時世の前は、うん、あのお客さんもたくさん入ってるこういうクラブでしたから、本当にちょっとね、バジアーノも出てくると思いますし、期待してこれね、あのすごいんですよ、本当にみんな、うまいし、うん、もうまずウイレの進化がすごすぎて、そうね、我々も そこに面食らっちゃうっていうのがあるんですけど、速いスピードが本当のね、サッカーと一緒ですから、ちょっとそこをなんとかこう乗り越えて名フレーズどんどん出していきたいと思います。ああ、いいじゃないですか、あの皆さんも気になるのあれば、うん、ちょっとその辺使っていただけたらと思いますんで、そうですね、では行きますか、行きましょう、早速見ていきましょう、どうぞ。さあ、まずは、あ、来ましたよ、清水エスパルス対ジュビロ磐田のマッチ、情報で、
清水の静岡ダービー、甲羅静岡ダービー、静岡ダービーだ。さあ清水真ん中から、うわ打つか、うわこれで入るのもすごいよな、真ん中からズドンでいきましたから、真ん中からズドンですよ、真ん中からズドン、真ん中からズドン、ちょっと初期しといて、はい、どんどん書いてて、どんどん言うから、真ん中からズドン、真ん中からズドンもまず書いておいて、ケーキ、うわうわ入るんだな、あれ、いやジュビロもな、いやちょっと一回ここまでで、一回書いておいて、はい、前半終わったところで、真ん中からズドンね、あ、清水は前回、去年がなかったんで、前回の2019年大会の優勝クラブということで、あ、そうなんですね、これって同じ人がやってるわけではないんですか、ね、同じ人が、同じ人も一人出て、それに U18 なんですけど、はい、次来るお店するんですけど、それ来るは、同じ人です、だからこれ、清水はすごい注目ですよ、前回優勝ですから、いやそれは面白いな、それ知っとくとより面白くなりますね、早速決めてもいましたしね、はい、ただジュビロも決めてたんで、これはもう分かんないですどうなるか、ただ清水が攻めてますね、もうサッカーどころですから静岡はもう完全にね、ね、うん、静岡区もう、まあ、ありますしね、行ってたらキリないぐらいありますからさあ、おジュビロ、おー綺麗な、いやーすごい、ここすごいな、やっぱりこの一度クリアされても次を拾うのが大事ですから、うん、そうね、セカンドボールなんですよ大事なのは、それを取るのが大事っていうのは、おえちょっと待って、ジュビロが、うわっ、うわーすごい、ちょっと待って、前回ね優勝は俺清水ですけど、ちょっとこれはジュビロの方が、あということでジュビロの勝利で、この後年齢制限のない戦いになって、そこに前回チャンピオンだった人がやってると、入ってね、これがだからこのどうなんだろう、うん、ただまあ超絶うまいですからね、うん、あそう、これだから今清水対ジュビロ磐田でフル、うん、でここが一番大事なところで、なおかつ、前回優勝させたプレイヤーがやってるところで、うん、ちょっと見ましょう、これ本当にすごいかもしれない、これ見といてくださいよく、はい、これジュビロなんですよ持ってるの、そこ取って、うんうん、でまた取られそうになって、だからこれ要はチャンピオンになるような人、もう本当に強い人って、そのミスを見逃さないことが一番大事ですから。ああ、取られた、じゃあ切り替えようじゃなくて、まだ行こうとするんで。これがだからチャンピオンゴールですよ。まあ、佐野ゴールの人とか、佐野さんだから。佐野さんって僕やっぱ前回それいたから、来てくれてたから。シンプルっすね。でも、本人の冠つくゴールなんかすごいでしょ、確かに。白井みたいな体操の。体操だと思うんですよ。ああいうので、うん、だから佐野さん嬉しいから佐野ゴールって呼ばれたらこう、まあまあそれはね、広まりは嬉しいですよね、こういう相手の、まあミスというか相手が自陣で回してるのを奪って決めるのを佐野ゴールと呼びましょう、あこれは結構本当にいい、これいいかもね、佐野さんも嬉しい、しかも佐野さんは前回チャンピオンですから、うん、それはね、それだけの箔もあるし、うわうまいけど、うわおーおーおー、ポストに当たってキーパーに当たってですからね、これは惜しいな、いや、これ前半やっぱ、ね、清水が今のところリードしてますよ、どうなんだろう、まあでも、いやでもやっぱ清水でもパスカット数とかは一緒だし、そんなに差はないですよね、うん、今のところ、うん、だからあの1点がでかいんだよ、そういうことか、だからこそね、やっぱ佐野ゴールなんで、まあ、出る可能性あるぞ、佐野ゴール、うん、こっからね、まあでも清水がこう攻めてはいるんですけどね、やっぱり、うん、いやすごい守備だな、うわでもそこうまくかいくぐるんだよ、うまい、うまい、いやー取られたか、すごいな、守備も守備量の守備もすごいですよ、うん、おわかんない、これからジュビロがこっから行く、いやオフサイドない、ないんだ、決めるか、いやー、決めた、これは価値ある1点ですよ、守りに守ってカウンターで、まさにカウンター、うわー、これはちょっと予想外の展開というかね、素晴らしい、1対1になりましたから、どこで返した、後半で返した、後半だから、あれはもうコーナーキックからなんで、ちょっとね、サッカー好きな人だと思い出すのはワールドカップのベルギー戦、うん、まさに日本が逆にやられちゃったというか、
あったね。うん、そう、軽く言うな。本当分かってんの。こっちとしては相当すごい出来事なわけだ。あったあった。あったあった。そんな軽く済ますな。ただ、佐野さんもちょっと引き分けということになりましたから、はい、これは実力は拮抗してるっていうことですね。そうね、強い人がまだまだいる、まだまだいるってことですね。ちょっと続いていきましょうか。これが山口ですね。いやー、これだからそうね、やっぱりああいう粘って粘って決めるっていうのはね、大事なんですよ、本当に。山口の選手がね、やっぱ上手いのか、どんどんこう攻めてますね。本当ですね。うん、ここで繋い、いやー、うおー、惜しい。だからね、クリアしても取られるのが一番辛いですから、ね、うん、答えるのが。前半山口リードで折り返すっていう感じですかね、うん、あー、ほぼ一緒ですね。まあだから1点差だったらね、本当に何が起こるか全然分かんないんで、うん、レノか、そう、レノは山口っていう名前がありますから。へー、マスコットは可愛いですからね。あ、そうなんですか。そうそうそう。何の動物、あれ何の動物なのかな。なんか可愛いですよ。動物かどうかもあるですよ。いやー、やっぱね、上手い人はディフェンスも上手いんですよね。あー、あ、ここでちょっと山口が勝って首位だったセレッソにトータルで引き分け、はいはいはい、今大会初めて勝ち点を奪いとんだ、やっぱね、この辺が熱いとこですよ。いや、頑張ってほしいですね、うん、同じ中国地方としてね。まあまあ山口ね、うん、そんなやったらどん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 広まっていくから。そう言い出した同じ日本人。いやいやいや、全部そうだ、ね、J リーグだから、それが J リーグで、うん、いやでもちょっとあのセレッソはもちろん J1 のね強いチームですけど、はい、そこにも勝ったりもするわけですから。さあ、セレッソ対京都、アンダー18の対戦ですね。うん、セレッソはね、これ、あ、京都が攻めてますね。おー、いやー、うまいけど。危なかった、オンゴールになりそうだったね。そうかったかな、うん、ディフェンダーに当たったもん。あ、そう、ディフェンダーに当たったもん、うん、うん、まあ、京都が攻めてるけど、あー、いやー、このリアルなんで、外れ方が、シュートの外れ方がリアルなんで、よく見るもん、あんな。そうそうそう、サッカーでな、うん、本当のサッカーの試合でよくある外れ方ですから。さあ、京都が攻めて、あ、どう、うわー、まだ京都持ってるまだ、いやー、決めましたね、これはもう、これはもう、りがち、うん、清水寺ゴールですよ。え、清水寺ゴール、ちょっと一回止めてもらっていいですか。今の清水寺ゴール、いやいや、清水、いや、みんなが分かってないからさ。ああ、そう、だから、清水寺って知ってますか。もちろん知ってると思う。もちろんもちろん。ここってディフェンダーもいたけど、うん、そこにこうスルーパス出して、うん、なんとかこうマイボールにして決めたじゃないですか、はい、やっぱ大胆さなんですよ、うん、大胆な、時には大胆に攻めないと、うん、安全なパス繋いでてもチャンスは生まれないんですよ。ここ取られそうだけど攻めてるんですよ。そうですね。要は、清水の舞台から飛び降りる気持ちでやってるんですよ。リスクを犯して。リスクを犯して、やっぱそれぐらい大胆っていうこと、うん、で、清水寺ゴールなんですよ。清水寺ゴール、ね、書いてみて。別に、決して京都だからっていうことじゃなく、いや、決して京都だからってことだ。いやいや、その、やっぱり、何にしても、あ、京都だったんだと思ったの。これ清水寺っぽい、清水寺っぽいなと思ってみたら、あ、たまたま京都だと思った。嘘はつくない。いやいや、偶然。いきましょう、ちょっと忘れっそ。いや、これはね、うまい。すごい。いや、これはもうすごいわ。これ清水寺ゴール、これは違います。違うんだ、違う。これはやっぱ結構大胆だ。そうですね。いやいや、桜ゴールです。やっぱセレッソって桜がモチーフになってるってのあるんですけど、あ、そう、桜のようななんていうの、綺麗だったでしょ。今綺麗って言ったよね、ちょうど見て崩し方。まあだからお花見ゴールかな。そのお花見ゴール、お花見ゴー ル、人いっぱいいるじゃん。人いっぱいいるけど、あ、なるほど。そのそこを場所取りですよね。お花見のお花見の場所取りみたいな感じでお花見ゴール。まあセレッソは桜だからそっから来てますけど、なんか結構チープですね。いやいや、そんなことないですよ。ちゃんと理にかなってますから。まあまあ理にはかなってますけどね。そうですね。いいですよ。ああ、引き分けか、結局ね。これもいい試合でしたね。いい関西ダービーですからね、これも。J リーグでも実際盛り上がるようなね、組み合わせですよ。うん。
まあこれはちょっと互角だったのかもしれないですね、本当に。これだから団体戦だからね、その分かんないですよね、一人が引き分けるのがでかかったりもするし、まあ、そうですね。あ、また本当セレッソと京都フル、これが大事なんでしょうね、本当に一勝一分け、はい、じゃあ京都が勝てば引き分けに戻し込め、そうですね、セレッソが勝てば勝ち点3、はい、浮世水ゼロで、さあ、でも本当にそうですよ、追い詰められてますから、うん、あ、セレッソが、うん、いやすごい、おお、いやー、うまいわ、もう本当にすごいじゃん、これこれお花見、これお花見ですよ、まさに場所場所で、ね、場所取って場所取ってでしょ、スペースだから、うん、これさっちょ一回止めてもらっていいですか、サッカーってスペースをどんだけ見つけていくかって本当に言われてるんですよ、まあそれは本当に僕も聞いたことある、あるでしょ、僕ですね、だから、え、じゃあお花見の場所取って何する、スペースだからスペースを取る、だから一緒なんだよ、サッカーとお花見って、じゃあ全部に言えますね、まあまあでもセレッソがやった時は特にじゃあやっぱそうだ、引っ張られる、特にそうセレッソに引っ張られる、さあまたセレッソ、いやーすごい、あーキーパーまだまだあるんだ、じゃあ粘り強いな、ディフェンスもしっかりやってますけど、うん、わーわーいって、おーいおー、これはすごいわ、これはすごいな、いやだからもう、あ、で京都、わ、京都もね、それは頑張ってますよ、展開は点の取り合いになってますから、ね、本当そうね、あ、3対2セレッソということで2勝1分けでセレッソが勝ち点3を獲得ということになりました、これやっぱりもう咲き誇りましたね、桜が、うん、あ、うまいこと言った、桜が満開ですよ、うん、これいや優勝したら、うん、まあ、これは言うでしょうね、その桜が満開で言いますね、これは、あ、まあセレッソだったら、あ、だから季節外れの桜が満開、あ、いいじゃないですか、これはいいですか、いやでもやっぱかっこいいじゃないですか、かっこいい ね、 ったらね、これ決まったらかっこいいよ、かっこいい、これは絶対言うでしょう、これだって決勝はまあ夏とかね、ある8月なんで、本来桜が咲く時期じゃないけど、まさに、まさにこれは、ちょっと期待ですね、それは、うん、あの、言いたいから、言いたいからね、言いたいから、ちょっと応援しよう、言いたいから応援しよう、さあ、続いては、松本対名古屋、一つのグループになります、まあ、ここからは、違うグループになりますね、あー、フリーキック、いきなり、初めて見ますね、今日、まさか、うわー、入るのか。すごいなあの距離から、あの距離からね、綺麗なフリーキックになって松本が先制と、まだ松本が攻める、いやーサイドから中にうまい、ここ通すんだよな、いやーすごいわ、この綺麗、これはすごいな、本当にサッカー、あ、名古屋を倒して、これはねやっぱ名古屋は J1 でね、あの強いですけど、まあ松本がここが勝ったということで、ちょっとこれはそのもう、だから今のゴールなんてまさにですよね、綺麗だったでしょ、うん、だからその、まあ、松本城いいと思うだから、うん、終わりじゃないですか名古屋とか、うんうん、まあ歴史的にはすごく結構ね表舞台になったりしてますけど、うん、これやっぱその松本城を中心とした歴史が始まるんじゃない、うん、どういう意味3点取るチームってやっぱ強い気がします、だから追い入れにおいてうまい同士が戦ってるのに、そうですね、さあ引き続き、あ、次は名古屋と金沢、これは熱いね、ここの試合ももちろん他の試合も関わってくるんです、もう勝つしかないですとりあえずね、そうね、お互いね、お互いに、それはちょっと見ていきましょうか、熱い、緊張するだろうな、うん、これはね、家でやってたとしてもこれやってる時にお母さんからご飯できたとか言ったら最悪だろうな、うわー、うまい、名古屋が決めた見事なゴール、これは素晴らしい、さあシャチホコゴールが決まってからのシャチホコゴールからの、うわー、うまい、金沢も、金沢もいいとこだからな、本当に金沢いいとこ行きたいな、落ち着いたら本当に美術館、駅も綺麗、綺麗、駅のあの綺麗さのようなパスワーク、うわ、うまい、おー、うまい、金沢逆転、これ本当に分かんなくなってきて、これどうなるんだ、これはどうなるんだ、本当に他のあるんだ、次は名古屋攻める、いや、うまいな、パスが、うまい、いやー、余裕あるな、今のもう持ち替えてシュートしてますもんね、あの蹴りやすい方に、シュート打ちやすい方に、さあ名古屋まだ攻める、いや入るか、うおー、ギリギリ、これ
手汗すごいだろうな。これは手汗。こうなったらさあ攻める金沢。取ったのに。いやー入った。マジか。これが終了間際ですから。いやーすごい。うわーということで3対2で金沢勝利で、アンダー15の結果と合わせて金沢が2勝し決勝ラウンドでその望みをつないだと。他の試合のまず結果次第ですね。勝ったから金沢可能性残した。ああなるほど。裏がある。ああ裏と岡山。岡山。わそれもある。それも絶対あってほしいな。ガンバと岡山がこれ勝ってここも関わってくるわけですから。名古屋は負けちゃったからと。岡山はこの時点でまた優勝のチャンスなくなりました。あ、そういうことなんですね。勝ち点が上だったので。あ、そうか。じゃあもうガンバが勝つ。また金沢。なるほど。じゃあガンバもそっち勝つ。ガンバはどれだけ勝ち点稼げるか。さあ、岡山からのキックオフ。おっ、いきなり攻めて。おー、先制これで岡山。いやー、決まって、これね、だから、きれいだ。やっぱ開始直後はやっぱね、決まりますから。先手必勝ですからね。いや、だから、行きましたよ。さあ、ガンバも、いやー、負けじといったな。ちょっと岡山、我々はね、やっぱ地元ですから、応援したいですからね、ちょっと応援しましょう。我々がついてますから、ただガンバ攻める。うわー、裏行かれたか。いけ。いやー、うまい。うまいな。これはちょっとガンバが行きました。いけるいける。前半ちょっと終わった中で、あ、シェア率は 50%、50%、まあ、シュート数もそんな変わらないし、ほぼほぼほぼ、まあ、パスカット数とかね、パス、まあそう、互角ですから、これどっちに転ぶか分かんない。ちょっと僕らとしてはね、岡山を応援したいところであるんで、やっぱり見せてほしい、きびだんごゴール。きびだんごゴール見せてほしいわ。だって岡山はね、あの桃太郎ですから、はい、やっぱりその、犬、猿、キジ、お供を連れましたけど、はい、今回我々というお供をこう味方につけてね、あのきびだんごゴールを決めてほしいですよ。すごい、名物ばっかり言ってる。来た、ほら来た、来たしたきびだんごゴール。きびだんごゴール来ましたよ、今の。どういうこと？いやだって丸いからボールって。全部丸いだろ。いや、ガンバも行くか。いや、うわー、どうだ、守れ、守るか。いや、うまい、うまいな。それだから、そこなんですよ。一回止めてもらっていいですか。きびだんごゴール決まったじゃないですか、今、見事に、その次のもう、キックオフでガンバが決めた、すぐ返されたわけですよね。やっぱ、これなんだと思う、このゴール、ガンバのゴール。キー見たところを刺す。いや、全然違う。波紋ゴール。いや、全然違います。これはあのなんでやねんゴール。おうわー、やっぱりその切り返しなんでやねん、だからボケツッコミ、そうツッコミのように返しじゃないですか。うまいな、うまいな、だんだんうまくなってきたやっぱきびだんごゴールからここでイライラ直後に行ってもうすぐ行ってなんでやねんですよ。ああなるほどね。これはやっぱ大阪ですからガンバはね。どうなったんだろう、でも本当にこれ。いやーガンバ勝った、試合終了結果3対2でガンバ大阪勝利、アンダー15の結果出してガンバ大阪が2勝したため勝ち点は金沢と並び得失点差でガンバが1位。いやーガンバね、これだから言ったらもちろんこれ2対2だったら当然金沢になってたわけですから、あのなんでやねんゴールが、なんでやねんゴールが決まったってことですよね。だからその3点取ってますから、なんでやねんゴールとどないやねんゴールと、え、いやだからなんでやねんゴールとどないやねんゴールと、うん、あのなほなゴール。怒られるぞ大阪で。いやでもこれ白熱したな。いやいや、ガンバ大阪もね僕らだいぶ馴染みありますからね、まあ、もちろんだけど、今のが勝ち点得失点差ですから、まで行ったんですね。だからそう思うと予選の他の試合もいかにゴール数重ねとくか後々効いてきますから、で失点少なくする、ね、そうそうそう。いやーこれは悔しいだろうな。悔しいでしょうね、金沢勝ったのに。勝ったけどギリギリだからね。まあトータルでの戦いですから、うん、ちょっと次見てみましょうか。あ、神戸対徳島出た、また違うブロックになりましたね、はい、イニエスタ、イニエスタはそこはさすがに知ってますか。ね、知ってます。神戸はね、もう豪華軍団ですから。いやいきなり攻めてる。いやーうまい。おこれどうなるんだろう。ちょっとね、イニエスタ選手のゴールとかも見たいですけどね、うん、あー来た出た、ただ繋いでアイアムの野田さんが真似してるけどいける。いやーうまい、ナイスアシスト。いやーこれはちょっとね、
強いかもな、うまいもん。いやー浮かしてうまいな。ちょっと今のいいです、これ今のシュートなんかね、もうループ気味にというか、なんかあんなとこでズドンと揺れてふわっと行くことありますね。リアルであるんですよ、やっぱ力乗り切らずにシュートふわってな、うん、でも逆にそれがキーパーのタイミングが良かったんでしょうね、映すみたいなことあるから行かずに。今のはやっぱすごいな、チェンジアップみたいな。まあ言ったら本当にすごいです ね、野球でいうところね。なんで別に野球詳しいわけでもないそうなんですね、野球で例えてるのかもわかんないけど。いやでも今のは見事でしたね。神戸、ちょっと神戸も多分参加人数多いでしょうね。いや絶対多いでしょうね。2番目、川崎に続いて神戸が参加人数多いって、それはその中での上手い3人だから強いですよ。あ、琉球とのこれもね、夢の対決ですよ、言ったらね。神戸を倒したいという気持ちもあると思いますよ、それはね、もちろん西日本は打倒神戸、うん、うわー、うまい。いやー、完全に崩したな。出ましたよ、タイミングをなんかずらした感じしましたね。やっぱりイニエスタ選手いますから、うん、僕もね、試合見に行ったことありますけど、マジでうまいですからね。いや、いいんじゃないこれで。おっ、オフサイドか。オフサイドなんだ。これはリアルな感じになるかな、オフサイドかっていう時も、うん、わかんないですけど、本当にギリギリですからね。来た。はい、ちょっとじゃあこれちょっと止めてもらって、ちょっと一回止めてもらっていいですか。これ何、覚えてますか。お花見違うよ、これ佐野ゴール。ああ、そういうことか。やっぱ相手のミスをもう忘れてたよ。覚えてた。最初のこれだからここなんですよ、もう本当に上手い人同士で、うん、点なかなか決まらないけど、ミスを一個こう見逃さないところが大事だから、それが大事。みんな覚えてたんですね。それはそうですよ、一番いいんだから逆にあれが。いやどうなる、これ今ね引き分けですから、1対1ですから、うん、まだ分かんないですよ。やっぱ神戸をね、倒したいって気持ちあるでしょうから、倒したいだろうな、うん、どうだ、チャンス。おお、あった。今のうまいな、あんななんかステップ踏めるんだな、ね、ということでこれ琉球勝利。おお、これはちょっと下克上というか、ね、はい、やっぱりね、沖縄ですから、うん、やっぱこの夏だし一番輝く時ですから、うん、夏の沖縄がやっぱ一番こう、まあ言ったらね、楽しいじゃないですか、やっぱ夏といえば沖縄ですから。夏といえば大学生みたいなことしか言って今んところ大学生みたいなことしか言って。いや、夏といえば沖縄ですから。いや、知って、皆さん知ってますか、名実況といえば、うんうん、マラドーナが、うん、昔メキシコオリンピックで5人抜きゴール、あー、まあ、それだけ知ってる、有名じゃないですか。あの時の実況が名実況と言われてるんですけど、うん、なんて言ってかと言ったら、うん、マラドーナ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 って、マラドーナって言っただけなんですよ、うん、それが名実況なんだ。夏といえば沖縄が、うん、意外といいんですよ、こういうのが良かったりするんですかね、うん、なんかもっと回そうかな。ちょっと続けたかな。まだまだあるから、まだ琉球ある、まだ琉球、まだある、まだ琉球ある。ちょっと愛媛対、琉球ですからね。さあここはいきなり、いきなりゴール決めました。いや、うまいな、ディフェンダーのミスをね、うん、それが本当やっぱね、致命的になるんでしょうね、うん、さあどうだ、一気にロングパスで、あそこ取って、うわ熱いなこれ、熱いっすよ、沖縄の夏のような熱い試合だな。解説っぽいな、まあ、ちょっとありそうでしょ、うん、あ、フリーキックになったぞ。これどうなるんだろうな、これ、いやこのね、画面もいいんですよね、フリーキックの。これ懐かしい。いけるか、いやすごい、これはすごいな、これなるわ、多分ね、選手のこのパフォーマンスあるけど、やってるプレイヤーもそれぐらい喜んでますね。これうまいな、気持ちいいだろうな、フリーキック決めるのは。本当のパフォーマンスでしょ、あれも多分ね。そういうのね、本当に言ってます。ということで、愛媛が勝利か。あー、負けちゃったね。これはやっぱりね、今の、だからもう愛媛、やっぱり表してますよね、みかん。みかん、うん、愛媛ってやっぱみかん。もうね、その一周目のやつです。有名でしょう、だから。うん、いや、バナナシュートってあるじゃないですか。おすごいカーブする。だからみかんシュートなんですよ。おみかんシュート、うん、ぐるぐる回ってるじゃん。決してそういうことじゃなく、うん、だからその、なんていうの、
皮を剥いて食べるでしょ、みかんって。うん、だからそういうことなんですよ、そのディフェンスという名の皮をだからこう破って、うん、だからみかんの実ですよね、もうゴールって。ちょっともう一回エビもあるから諦めた。徳島対愛媛ですね、はい、四国、四国対決だ。これはもう熱いんだよ、こういうのがまたね。いいですか。いやうまい。結構ズドンというのはやっぱ決まるんすね。ね、だから振り向かしちゃダメなんだろうな、うん、あそこで二人ついてたの、うん、いやうまい。いいとこに出すな。ああどうだ。もういや入ったか。入った。すごいな。だから分かんないもんなんだよな。人数かけなくても決めれる時もあるしね、うん、どうだ。いやオンゴールになっちゃったか。これは悔しいな。でもしょうがないですよ。守ろうとしてですからね、うん、いやな、悔しいだろうけど、まだどうなるか分かんないですよ。これ前半試合終了。試合終了。これちょっと待って、ここも混戦なんじゃない、このリーグもだいぶ、うん、なんかね、1試合あってそこの名フレーズ生み出そうとしたら次そのチームが負けるっていうのを繰り返してるそうですね。出す時ないんだよ。ちょっといいのが、ちょっといいの出そうな時に今度は徳島が、ま、負けちゃう。今度はだから阿波踊りシュートになっちゃいますよね。まあ、これそう、こうやってこれすごいな、なんか混戦じゃない、うんうん、なんかだいぶ拮抗してますよね。フレーズ出すたびにそっちのチームが負けて繰り出してるから。ただ神戸は倒したいだろうな、うん、あでも強いな。いやうまい、うまいな。やっぱり神戸は強いもんな。で夜景が綺麗ですからね。いやうまい。夜景のように綺麗なパスワークです、はい、夜景のように綺麗なパスワークから。いやでも頑張ってます。それもう分かんないまだこれね、うん、どっちなんだろう。いやこれで同点。同点だ。いや分かんない分かんない。うわー結局引き分け。いやこれどうなるんだろうな。結構混戦な気はなんとなくしてますけど、ただやっぱヴィッセルを倒したいっていう気持ちはみんな強いから、うん、相手チームも燃えますよねそりゃ。そうですね。さあ次のグループに来て広島対福岡。広島福岡アンフレッチですからね。さあ楽しみですね、うん、いやつながる福岡。うわうまい。やっぱサイドから決めるな。うんサイドからなんですよ、うん、いやー突き破って決めたな広島も。やっぱりこれね広島強いんですけど。広島強いですから、それは強いですよ広島はね。やっぱりまだ、うん、サンフレッチといえば紫ですよね、うん、さあ福岡が攻めてます。色はねそれはそうですよ、うん、まあ昔からねその色味ですから。そう熊のマス。いやー決めた。福岡がやっぱこれはね、うん、さあ攻めるお好み焼き作ろうかな。麺入れるキャベツたっぷりシュートズドン。ほら広島風お好み焼きシュートこれ、うん、だから、うん、やっぱり名物でもあるし、うん、そのボリューム感あったじゃん今しっかり繋いで、まあまあ、そうね短く繋いで、ね、あと繋いでという意味ではその小麦のその繋ぎみたいなところもあるし、ね、いやいや本当に言うと思ったわ小麦粉の繋ぎもあるし。でこれ実は、うん、福岡も福岡で負けられないんですよ。やっぱ博多ラーメンとしてそう麺といえば麺としてのやっぱバリカタ主義あるからバリカタ主義バリカタ主義ある、まあ、それはうまいかもだからそうあバリカタ主義だからバリカタ主義をかいくぐってあのお好み焼き作ってるみたいなもんですよね。あすごいな食べ物いっぱいあるな福岡とか広島はいい街でいい街ですねやっぱ福岡なんて山ほどあるわいやそういやー決めた入った入った惜しかったけどなキーパーはね、うん、これも点の取り合いになりましたね。あ3対2で3対2勝った広島。これ盛りだくさんだったな本当にまさに広島風お好み焼きのような決まったな不安になってこっち盛りだくさんという意味だねこの試合まさにそうでしたね料理対決でしたから料理対決、まあ、うまいこと言いすぎてもうなんかすごいな渋滞してますだんだんサッカーってなくなってきた
ダジャレ対決。あ、福岡と鳥栖、これ九州対決ですからね。福岡もね、やっぱいやーうまい、もううまいなー、だったら決めてくるよな、絶対に見逃さない。さあ、明太子ゴールも決まってから、いやー林、いやー、あのオリンピックではね、活躍した林選手、ね、こうもう海外移籍ね、しちゃいましたから、こっちではまだいるんで、うわー点の取り合いが多いな、やっぱり。いけた、いやー決めた、明太子ゴール、明太子ゴール、明太子ゴールです今の。そのまあなんていうの、このうわーやっぱ決めるかっていう、やっぱりなっていう意味では、福岡ではやっぱり明太子は、やっぱりなって、やっぱり決める、やっぱり明太子、やっぱり決める、あ、そういう意味だったら、やっぱり決まりだ明太子。お、それやっぱり決まりだ明太子、やっぱり決まりだ明太子。でもまだ、いやまだ分かんないのか、トスも粘るね。ただこれ、うわ、まだ分かんないのか。いや決めた、これで3対3、すごいな、本当にどうなるんだろう。うわ3対3、点の取り合いでしたね。これはちょっと熱い試合でした ね、うん、明太子も出ましたし、いや盛りだくさんですよ、これもつ鍋みたいだな。思いついた。福岡のな、福岡な、うん、と言えばですからね、うん、いや福岡はいっぱいあるわ。いっぱいあるわ、食べ物いやでも今のすごいな、3対3とかもあるんだな。いいか、長崎か、北九州もあるから、うわそう、九州のチームが多いからね、やっぱ九州ダービーが増えますよね、これね。ここで一回弾かれるんですよね、弾かれた後の、おお、これすごい、これは決まったな、こんなのできるってすごい、できるんですね。でこれでビファーレン長崎が勝ったと、ラストワンプレーで決めたのか、これはすごいわ、今の、ね、あのビビ君シュートね。ビファーレン長崎のマスコットビビ君っていう、僕が一番好きなんですよビビ君。あのこれ多分意外とでお前は知ってると思うけど、まあ、見てる人は絶対知らないと思うけど、うん、僕ってあの丸っこいキャラクター大好きじゃないですか。ただ本当に丸っこいキャラいろいろ好きで、うん、J リーグのマスコットも好きで見てるんですけど、うん、ビビ君がもうめちゃくちゃ可愛い、まあ、あざと可愛いって言われてるぐらい、もうそんな可愛い、もうわざとらしいぐらい可愛いアピールするんですよ。可愛いでしょ僕みたいな感じで、うん、マスコット総選挙とかでもめちゃくちゃ上位、まあ、優勝したこともありますし、いやそうなんだ、今の見せるプレーじゃないですか、オーバーヘッドみたいな、うんうん、でもまさにそういう意味ではビビ君のこの見せる可愛さというか、うん、だから見せるプレーをやるチームという意味ではもうビビ君ですよ。それかローランドゴールかどっちかですよね。ローランドさん知ってる？あのローランドさんいるじゃないですか、ホストをやられた、ホストね、サッカーめちゃくちゃうまいんですよ、もともとユースでやってて、マジで？で、オーバーヘッドやってくださいって言ったらもうやったんです、いきなり、すごいな。その時も本当になんか全てで負けるんだっていう、そのなんか瞬間だった。凹みますよね、そんなの。そうそう、いやでもそれを試合中にやるのは本当にすごい。まあまあ試合中はもっとですよね、もっと難しいですか。さあ次が福岡対北九州、まあこのリーグも終盤になってきてるんでしょうね、うん、すごい、これなんか見どころとかね、ここはまあだいぶ北九州がずっと維持に守って、うん、あーそうなんだ、北九州が守ってると、あーでもやっぱ福岡が強いな明太子ゴールですね、やっぱピリリとね、ピリリってくるから、あっ福岡か、いやーこれは来るぞ、これなんだ、なんか変えようとしてるんですかね、変えたわけじゃない、集中したんだ、うーわー決まった、息遣いが聞こえてくるゴールです、いいいいまでよかったな、いいよ、オンラインで、オンラインだけど息遣いが聞こえてくるようなゴールです、操作が見えてね、うん、今のはよかった、だって絶対そうだ、フーって絶対そう、だ選手交代したわけじゃないですからね、うん、一回ちょっとポーズしたかったんだろう、絶対そうだ、フリーキックですからね、しかもちゃんと決めるのかっこいいな、
で2対0さあ福岡が勝利と強いですね福岡がね福岡強いですねこの結果どうなるのでも人気のチームなんでしょうね福岡もしかしたら多いかもしれないですねここでも聞いたことあるここさあ鳥栖対長崎ここは鳥栖と長崎で今争っていて勝てば鳥栖が抜けるいやそうか勝てば鳥栖が抜ける中で今長崎が先生長崎先生これ熱い展開になったぞこれでも焦ってくるだろうな鳥栖としてもね勝つしかない、うんうん、いやーうまいあそこまでいけるんだあそこまで行っても決めるんですねいやうまいなめちゃくちゃうまいな何今のちょっとこれ本当分かんなくなりますねどうなるんだろうこれやっぱ点の取り合いが多いですねうまい崩して中崩していやうまいナイスシュートなんか中崩すの多くなってきましたねちょっと多いですねうわここも中おりいやうまいこれトス逆転いや燃えるなまだトスうんうんうん今のうまっちょちょんって今のあれガチャってなったのか佐野君が相手で取ったところをねだからダイレクトでクリアしとけばとか悔やまれるところだろうなということでこれはトスが4点決めたと4点入れたすごいねまあ、これでトスが立ち抜けて、いやー、すごいな、ちょっと熱い試合が西日本は多かったですね、改めて順位見ていきましょうか、はい一番上のリーグですが、ここはセレッソ大阪が勝ち抜け、はい、桜が満開ですよ、季節外れの桜が満開、それは言いたいですね、よかったですね、使えるから、勝ち抜けてくれてよかった。ただ清水がここで敗退になっちゃった前回チャンピオンのそうかしかも勝ち点も4止まりになっちゃったんですね3位ですねまあ打倒清水っていう気持ちもみんなにあったのかもしれませんけどここはセレッソが勝ち点8で混戦チームが優秀だったっすね、うん、そして、次その下がガンバ大阪勝ち抜けガンバ大阪やったなんでやねんどなんやねんが出ましただからこれ最後までいけば、うん、もうええわ出ますからもうええわゴールが出ますから怒られるぞ漫才の最後もうええわが聞く今のところなんでやねんとかどなんやねんの掛け合い中ですから最後最後決勝でとかなって決勝ゴール決めてもうええわありがとうございましたダメ押しダメ押しゴールみたいな、ね、そう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 いやツッコミってゴールはすごい良かったよ入れられてまたすぐ次のプレーで返す掛け合いなんですよサッカーも漫才もそこで掛け合って掛け合って最後萌えはでどんちょ降りてきますからもう優勝ですよそれ決めてほしいなちょっと萌えはそれやりたいですね、うん、いやだからガンバもセレッソも大阪勢勝ち上がってますからそうねそこの戦いもちょっと注目なんですがその下は神戸ここも関西勢が来ましたね強いな神戸もやっぱり強いっすね、情報的には神戸が参加人数が、川崎に次いで2番目に多いんでそれはもちろん強くはなるんですけど当然他のチームは打倒神戸と思ってたけどやっぱり神戸が勝つとこれはね、神戸すごいんですよやっぱ特に今このゲームやってる最中もう現実の世界では移籍も動いてますから、はい、どんどん選手取って代表選手とかも来て海外からも取るしそうなんですかそうなんですよそれがねこうちゃんと強くなるっていうのはいいですよね、まあ、人気イニエスタいますしねイニエスタ選手がいてみんな応援しようってなってサポーター増えてとなるとこう EJ リーグも強くなるじゃないですかやっぱり参加する人増えるからあだから意外とリンクしてるんですよね、うん、そこが面白いですね、うん、そういう意味ではクラブが人気になれば当然参加人数増えて上手い人が起用されて勝つっていうことですからそれをしっかり体現してる感じはすごいありますねリンクしてる、うん、そして一番下全部九州、あ、広島以外は九州だったのか広島以外は九州のリーグでしたが鳥栖が勝ったということで結構圧倒的に勝ち点そうですね、10取ってますからうまいですね一回も負けてないっていうことですねだから長崎も一回も負けてないけど引き分けが多かったんだ3引き分けだったんですねいやー、だからそうか鳥栖確かに
得失点差もすごいし、11点ダントツっすね。ちょっとここの4チームと東日本勝ち抜いた4チームがこれからまたさらに戦うということになっております。楽しい。さあ西日本の方でちょっとの記憶に残る名フレーズ、そうですね、振り返っていきましょうか。最初から佐野ボールは生まれましたから、佐野ボールはいいと思いますね。佐野さんやっぱ前回チャンピオンですから、ああいうところをちゃんと決める人だと思うんで、佐野さんに報告しておきましょう。そうですね、生まれました。使うことも多そうですね。そう、うん、佐野ゴール本当これ世界に羽ばたく可能性あります。いいですね。あと清水寺ゴールか、飛び降りる気持ちで攻めたパスね、パスね、攻めたパス、ツーパス、ツーパスね、はい、広島お好み焼きゴールかかってする、うん、麺キャベツゴールですか。それを言えればね、これだって別に今立てて聞いたらおかしいですよ。よく考えそうです、ね、だけはいいんだよ。僕が悪かった。そう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 、うん、あと明太子ゴール、やっぱり決まれた明太子ゴールだからな、1対1になったらな。そうねこれやっぱり決まれた明太子いい。なんかこれも言いそうだろ普通に。いや福岡が逆転ゴール、やっぱり決まれた明太子とか言ったら、なんかありそうだね。いけるいける、なんかありそうですよ。そして、あ、息遣い聞こえてきた。フリーキックよかったな、これはよかった。あれを本当にあの試合実況とか解説しながら出たら最高にかっこいいだろう、うん、あの画面で見れるのかどうか分かんないですけどね。そうそうそう、一回タイムしてるっていう、あそこがね、よかったらな。さあちょっとこの西での、井口五六の中で一番良かったのを決めましょうか。どうお前の中での河本賞。いや、もう僕はもう圧倒的にこれです。状況によりけりですよね、うん、じゃあ息遣いが聞こえてきたフリーキックでやっぱりツッコミゴール、なんでやねんゴール、これも良かった、うん、ツッコミゴールもめちゃくちゃこれだから期待できるからね、なんでやねんゴール、うん、これからまだまだ出るかもしれない、うん、まさにこう切り返しというかね、ちょっとこの辺もまた今後使っていきたいと思いますんで、近いですよね。まああと季節外れの桜が満開も、これも言いたい、ちょっと可能性を残してますから、まあ、言ってほしいですからね。ツイッターで優勝クラブを予想する、キャンペーンも今日から始まっているみたいです、豪華商品が当たるみたいなのでね、豪華商品目指して皆さんも挑戦してみてください。詳しくはeFootball公式ツイッターをチェックしてください。お願いします。お願いします。